はい、ファイアーエンブレム仮説月夜続きからやっていきたいと思います。本日は3作ですね。はーい。あ、演習してねえしてないわ、そういえば。あららあららだよ、今思い出したよ。今度やっときますいやー、なんかそうなんだよね、外伝優先しちゃってるからさ、なかなかその演習ってところを無視しがちだな、うん、そういえば舞踏会より前に舞踊対抗戦の白鷺杯があるのでしたね。各学級の生徒から一人ずつ代表を選び、舞踊の技と美しさを競うのです。優勝した生徒には踊り子の編集の秘伝書が与えられます。とても貴重なものですから、あなたの学級も挑戦してみてください。ちょっとやりたいよね。願いを聞いてくれますか。受けます。私が今あげなきゃいけないものは、なんだろう、弓とかあの辺だよね。はい、じゃあねトマシのことを調べていたのだがな、どうにも腑に落ちん。彼のこれまでの実績から、あのようなことをする者には遠く、それに見た目が変わったという報告も確認している。まるで人ではないような。人じゃないのよ、うん、槍を教えていただく。あ、でもこっち飛行もやりたいな。飛行にしとくね。ハンネマンさん、ハンネマンさん、ハンネマンさん。笑われた。つら。ああ、ここガルグマク大修道院は精神の説に落成したと伝えられている。そう。それを祝う舞踏会が、ま、ガルグマクを追う次は5年後の。うん、千年ね。ツリルくんがいる。ツリルくん、ツリルくん出た。あなたおばさん、本当に。そんなの、トマシュさんが教団を裏切るなんて僕信じられません。教団の人の中にもパルミラ人の僕を嫌う人はたまにいたけど、トマシュさんは逆にとても優しかった。でもレア様の敵なら殺さなきゃ。確かに今から不安。なんかこの感じじゃん、あの彼は。だからさ、それ僕のだ。ありがとう、拾ってくれたんですね。こうルートによってはさ、やっぱレアとさ、こう敵対していかなきゃいけなかったりするわけじゃない。それが不安よね。うん、とっても不安。まず大人たちと喋りたい。大人たち、ギルベルトさんなんか出てるよ。なんでしょう、まあ、面倒事じゃなければね。シルバン、ルミール村のことお疲れさんです。先生、まさかトマシさんが敵だったとはな。やめだやめだ、暗い顔してたってどうにかなるわけでもないですしね。それより今は舞踏会ですよ。対抗戦の白鷺杯もあるんですよね。で先生、俺たちの学級からはドイツを出すんです。いやマジで悩んねんのよ。どうせなら俺は野郎の踊ってるところより美人が踊ってるところが見たいですね。でも私はやっぱ意外性で野郎が踊ってるところをちょっと見たいなって、うん、思ってる。なんかやっぱさ、前回が割と普通な感じで選んじゃったから。そうなのよね、生徒。実は舞踏会の日、隣の楽器けど。そうですか、さよならひどい。実を言うと、メルセデスの部屋につい先ほどまで閉じ込められていたのです。舞踏会だからと様々な化粧を施され、なんだかとても疲れました。そういえば舞踏会に先立って舞踊の学級対抗戦が催されると聞きました。先生、
私たちの学級の代表は誰なのですか？まさか私なんて言いませんよね。いや、それはないかな。うん、踊りの心得などありませんので。やっぱ踊りができる子じゃないとね。ちょっとね、なんか落としてない？ないね。ごめん。またね。くそーくそー、なんだかむしゃくしゃするぜ。死神騎士といい、トマシといい、捕まえられてねえんだろ。悪がのさばる世の中にしちゃいけねえ。俺が必ずやってやる。すまねえ、一人で熱くなっちまって。あ、もしかして白鷺杯のことか？代表、俺でも全然いいぜ。踊りだろうとなんだろうと勝負は勝つ。うわ、ちょっとカスパルいいな。じゃあ代表は誰なんだ？なんか可愛いよね、カスパルが踊ってたら。うん、それはそれであり。ないね。ごめん。何ムカデの絵ってやだ。身内を疑うようで気が進みませんが、教団の者の調査を進めています。しかしトマシュ殿のような古参の者まで敵に回るようでは、誰をどこまで調べればよいのやら悩ましいところです。いや、生徒だよ。今年に入って返事が連続している。あまり考えたくはありませんが、やはり生徒たちの中に頼みがあるのです。はい、やはり待って、誰か出てる。今日は魚が多いです。そうですか。先生、僕は結構どんな実験でも平気な方だと思ってたんですけど、ソロンがやったという実験の話を聞いてから認識を改めましたよ。いや、血が苦手なもんでちょっと気分が悪くて。気分を変えて別の話をしましょう。そういえば舞踊の対抗戦があるんですね。代表決まりました？まさかまだ決まってなくて僕に。うわ、リンハルト君もありだね。賢明な判断だと思いますよ。僕は面倒、いや自信がないので。あれ、ありがとうございます。やった。誰にしようね、ほんと悩む。そっちに物落ちてるからちょっと、舞踏会。そう、そこで出会ったのだ。我々はすぐ。そんなわけで、じゃあね。めっちゃ犬吠えてるよ。ここかな。先生。え？君か。これなんだっけ？君とは一度以前言ったと思うが。あ、これ見たことあるね。不況や啓蒙ゆえに私は光栄なことに。またところが君を叱ん、その上、君の扱い大司教。いや、何か問題。さてさ、君の父親は。そう聞いてる。頼りない。ジェラルトはそのこと。それで10年だと。そもそも年を聞これ違うよ。女性にやっぱ年齢を聞くなんてよくないよっていう。はい、さよなら。さすがに見たことあるやつだったから、ちょっとこれはね。ねえ、よいしょ。なんかこれとこれがいいとかあんのかな。
何が収穫できるかわからない。何が収穫できるかわからない。なんかある？何もないね。またこの説がやってきてしまったわ。生徒たちが恋に浮かれる時期が、舞踏会があるでしょ。嫌になっちゃうわね。そういえば先生、選ばないままだと先生の学級。ちゃんと選ぶわよ。落としたでしょ。どれだっけ、これ。あ、違った。あ、メルセデスさん。ちゃったのかしら。舞踏会なのにお化粧もしないって言うから、いろいろ教えてあげてたんだけど。あ、そういえば舞踊の対抗戦があるんですってね。体を動かすのは苦手だけど踊りは好きよ。候補がいないのなら私が代表になるわ。いや、メルセデスさんだと無難すぎるよね。もしそうなのよ、ちょっと無難すぎて違うなって。あとは大人フェリックスとかちょっと面白くない？なんだ、訓練ならもう終わっただろ。舞踏会、あれは生徒らのための模様。アロイスは踊るのは点でダメだが、白鷺杯だかなんだかな、落としてな。しらみつぶしに渡していけば。そうなのよ、それなのよ、しらみつぶし作戦なの。おっと、よし。魔法か。 B プラスいけんじゃない。あ、でもレベル18以上が理想なんだ。マネット行ってみよう。うん、頑張れ。応援してる。ファイヤー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 。待って、全然なんとかなったね。なんとかなったけどきつ。威力8っていうのが結構しんどくない？威力8か。これ無理だな。2回だって、2回しか回復できないんだよ。ここでだって使うでしょ。お、ナイス。よかった。お、よし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 。でも準決勝だよ、もう。うわ、つえ。くそー、勝ちたかったね。ちょっと待って。他の方では無理ですか。リンハルト君はさすがにハードルが高い気がする。リヒテアさん、行きましょう。私、ご飯も食べたいんだけどな。圧倒的に強いな、リヒテアさんの方が。回復しなくても多分いけると思う。おお、強い、さすがです。回復します。強え。このままいけるいける。あの、魅力12か。いや、いけるいけるいける。
私を侮るからです。で決勝で回復して、勝ったね。待って、負けたかも。ああ避けてくれたらよかったのに。くそ、無理でした。やはりこの浮ついた雰囲気は気に食わんな。チョコ版の裏切り、死神騎士の再来、本当に舞踏会など催している余裕があるのか。まあいい。それでなんだ、何か言いたそうな顔をしているが、まさか白鷺杯の代表に俺を選ぼうなどとは考えていないだろうな。ちょっとありだと思ってる。そうか、ならいい。ドゥドゥはドゥドゥはどうだろうか。さすがにドゥドゥはダメ、ハードルが高い。ありだよ、ドゥドゥも全然あり。可愛いよきっと。うん、趣味の時間がもっと欲しいです。これあ、はい。お料理は好きだけどたまに味付けに失敗しまうこともあるんだ。上手な人、レオニー、フレン、アッシュ、アッシュくん、よし。正直にそう伝えてみる。ごめんなさい、ヒルダちゃん。ヒルダちゃんっていうのもありだよな。舞踏会ですか。あの、私は欠席で。舞踊の対抗戦もあるんですか。そうですか。応援はしますので。それで、あの対抗戦の代表はどなたが。いや、マリアンヌさんでもありだけど。誰が代表になっても私よりはいいんじゃないでしょうか。そんなことないのよ。きっとマリアンヌさんじゃないといけない部分もあると思う。これは、あったあったあった。よしよしよし。舞踏会ですわね。なんだか胸が高鳴りますわ。私人前で踊ったから。そうですわ。もしまだ代表が決まっていないのなら。やめておく。そうですか、ごめんね。エフレンが悪いわけじゃないの。ただちょっと他の子にね。ないわね。あった。おじいさん、何買おうか。ね、これでいいか。はい、よし、終わったぞ。また来てくれ。いい感じじゃない。うん、アッシュくんどこにおる。アッシュくん、アッシュくんこっちか。まだ本も探さなきゃいけないしね。前節のような事件があったからこそ、今節は明るく楽しく過ごしたいですね。それにしても舞踏会、舞踏会か。僕には縁のない世界の話だな。そういえば舞踏会の前には白鷺杯があるんですよね。各学級から代表者が選ばれるようですけど、僕たちの学級の代表は決まってるんですか。貴族の方々を選べばいいと思いますよ。きっと踊りも上手なんじゃないでしょうか。いや、そんなことないと思う。アッシュ君だってきっと上手いよ。アッシュ君なんか、およし。待って、ここ光ってる。とりあえずベルナデッタさんのとこ行くか。よし、ちょっと
っかかる、突っかかる。舞踏会、貴族の皆さんは私だって貴族なのに。なんかない？あった。なんかあげとく？なんか仲良くなった方がいいよね、そろそろ。はい。興味がない。まだ興味ないって。うっそハードね、なんか仲良くなるにもね。ありがとうございます。じゃあね。もうすぐ舞踏会があるんだよな。おで、すっごく楽しみなんだ。踊りを見ながらごちそうを食うんだろ。うめえ肉も出るって噂だぞ。うわ、スカウトしたい。ちょっとなんか落としてない？それ、何も落としてない。それ、マジか、なんかあげよう。食べ物持ってたらな、肉。はい。こんないいもんくれ。よし、肉あげた。おお、先生じゃねえか。これから筋肉。もうちょっとか。なんとかして仲間にしときたい。ね、彼だけはなんとか。ん？どこ？ルミール村の件は片がついてよかったな。だが全部解決ってわけじゃないんだろう。しかしトマシュのじいさんが敵とはね。誰を信じりゃよいのやらって話だよ。なんかある？誰か違うな。誰かないかも。ああ先生、学級は違う。やりね、頑張ろうと思ってんのよ。頑張ろうとはね。ただなかなかまだちょっとねっていう。クロードくん、古い礼拝堂に侵入者。町の連中が宴でも開いてたんじゃないのか。とはいえトマシさんの件もあるし、教団が神経質になるのも無理がないか。そうよね。トマシさんが敵だったなんて、親切な人だったのに信じられません。ダメダメアネット、今節は明るく頑張るって決めたじゃない。楽しみにしてた舞踏会もあるし、対抗戦の白鷺杯もあるんだもの。先生、学級の代表はもう決めたんですか？決まってないなら私やりたいです。やりたいんだ。そっか、残念です。いや違うの、そう、なんかごめん、違う、その悩んでるの。うん、誰にするか。ないね。ムカデ嫌いだろうしね。困ったな。やれやれ、前節もいろいろとありましたな。まったく息をつく暇もないとはこのことです。トマシュ殿らの目的は一体何なのでしょうな。それにフレン殿の正体も。先生は気になりませんか？本当に別にって感じ。ん？女神の塔での王政にですが、彼は私のようにそう考えると。勇気出しな。当たって砕けるのも大事よ、意外と。今ここにいるんだ、私。どこにいる？ディミトリードゥドゥそうだな。ルミール村を焼いた者たちはまだ捕まっていないそうだ。無垢の民の命を踏みにじる畜生ども、むごたらしく死ぬべきは奴らの方だ。ああ、いや、すまない。それで、なんだ？白鷺杯？先生、頼むぞ。
間違っても俺を代表に選ぼうなどとは思うなよ。よし、安心した。賢明な判断だな。他に自信のありそうなものを当たってくれ。仕方ないな。本当はね、誘ってなんか出してもよかったんだけどね。メガネ、メガネ、メガネ。フォドラの舞踊、ブリギット、コト、ブリギット、それぞれ踊ります。なんかあんじゃない？私。ないですね。私。はい。私、しかし先生。馬術ね。舞踏会か。最初です。いや無理でしょ。知ってる。そんな簡単になびかないもんね、うん、そうだな。舞踏会が催されるとはいえ課題は与えられるのだな。今節は何事もなければいいが、そういえば舞踏会の前に対抗戦が行われるらしいが、もう代表者は決めたのか？ドゥドゥにしたい。そうか、俺か。嫌なのドゥドゥ、ごめん。あのごめん、なんか違うのドゥドゥが踊ってるのが見たかったの。ごめんドゥドゥ。ここなんかあげるから許して。気を使わず。気をつごめんルール。マネーラさんとこに行きましょう、とりあえず。いやだってルールが踊ってるってそれだけでちょっとキュンじゃない？白鷺杯の代表を決めたのね。例年の対抗戦の優勝者はだいたいこのくらいの参考になったかしら。13、無理やん。無理ってことないけど、いや無理やん。すみません先生。そうだ、知っていますか、メガ舞踏会も行われる願い事をすると。うわすごい、選べる。ルル。え、リンハルト君と私いい感じなんだ、意外だった。なんか別に嫌われてるとは思ってないけど、そんな好かれてると思ってなかった。うん、え、普通に嬉しい。でもね、ドゥドゥがちょっと本当に、なんかもう愛しいもんね。うん。そうだな。古い礼拝堂のあった区画か。一応立ち入り禁止にはなってたけど、崩落の危険があるってだけで意外か。地下の性病もあそこは封じられた森だ。特に今はやらない方がいいね。うん。じゃあね。ちょっと出てるから向こうに。すみません、ルルーだと私はマヌエラさんだった。これあれじゃん、マヌエラさんのさ物がさ散乱して汚い部屋ってやつじゃん。見たことありますね。はい、それで。そんなこと私だ。いえ、昨夜じゃなくて昨夜の人から。どうせそう、わざわざあり。それじゃ、バイバイ、ごめんね。さあ、まあ大体これで回れたんじゃ。あ、今のあれじゃん絶対。ルミール村のうちなくなっちゃった。父さんも母さんもどうしてもっと早く助けに来てくれなかったの。いやーね、なんかもうせっかくの機会だ。ルミール村のあんたは生徒とら、この人もいい人だわ。
そっち？ルミール村は元に戻るんでしょう。多くの人が亡くなって、実は村の跡か。これも見たね、前ね。これ多分マヌエラさんがどうってやつ。これ私が落とした。よし、確かに私、まだなんだ。そっか、一回ルールのところに行かなきゃいけないんだよね。うん、ぐらいですかね。もうドゥドゥビーキが激しいですね、私ね。ごめんなさい好きなんだもん。武勇指導してくれるのか。指導しまくりって感じ。あ、かわいいちょっと待って、え、面白くない？あ、やだ、すごい。頑張れドゥドゥ、いいよいいよ、紳士って感じよ。魅力5上がったって。どうだろうか。どうだろうね。どうなんだろう。5上がっただけでなんとかなる。他のクラスの子がだから魅力的じゃない人が来ればねいいんだけど、絶対魅力的な人来るよね。困ったもんだわ。ルルーと料理します。待って、何か落ちてる。え、何もない。ちょっと待って、嘘そんなバナナ、ちょっと待って。食材ってさ、買えたよね。金ならあんのよって。商人用ない、バイバイ。お、いらっしゃい。鶏肉、お目が高いね。鶏肉っている？お目が高いね。じゃ、相談成立だ。あ、ジョーロ、お目が、じゃ、相談成立だ。また来てくれ。え、これじゃ作れなくない？ちょっと待ってよ、待ってよ。いらっしゃいませ。買える意味ないよ。また来てくださいね。バイバイ。困ったな。料理できないのはちょっと痛いわね。料理する気満々だったんだけどできないよね。なんか食うか。ミミッド、ヒルダちゃんと私お得意の2人で、じゃあ、はい。美味しいです。そうよね、美味しいわよね。だったらもっと声張ろう、マリアヌちゃん。よし、あ、イングリッドと、どうしようかな、アネット。食べることは好きです。よし、でちょっとルルーのとこに一回行って、いや申し訳ないから、ちょっとジョーロプレゼントしようかなって。そうだな、どうだろうか。これを俺に。すまん。もう物あげまくりよね。じゃあ一旦これで終了しましょう。あー、そっか、どうしようかな。ルルーはとりあえずもうこれ B まで行ってんだ。そっか、 B まで行ってるんだったら割とお任せでもいいかと思っちゃう。ヘリクスくんダメだよね。 D プラスは低い。ちょっと頑張ろう、頑張ってください。よし、アシュくん B か。
メルセデスさん D プラス B プラス D プラス低いですね。もっと式上げてください。いよいよ、うん、ウィナツくん B、 マリアさん C まで行ってんだね。ヒルダちゃん E はダメですE はダメですよ。ヒルダちゃん苦手なのはわかるけどね。頑張ろう。これあたフレン、ゼリル君、あと4人できるんだ。どうします？リンハルト君、あとお任せでいっか。うん。もういいじゃん、いいじゃん。物になってきたな。よし。グループ課題。こっちに変えとく？どうしたの？僕は今の暮らしに満足してるように勝手に僕のことかわいそうな子だって決めつける人が迷惑してるんです。楽しそうに仕事すればいいんだよ。僕にも分かりました。はい先生。ほらビショップ目指したいの？いいよ、それは全然いいよね。ほら迷惑をかけて。課題に取り組む日だったらこんなことじゃ済みませんでしたよね。まあでも寝不足ってよくないしね。やっぱり本当にごめんなさい。先日の勉強に熱中しちゃってつい、はあ、実を言うと私昔からいつもこんな感じで、私士官学校に入る前は王都の魔導学院で勉強してたんです。その頃から試験の前に何日も徹夜するとかザラで、わ徹夜してる最中は全然苦痛じゃないのが厄介なんですよね。先生確か前に言いましたよね、私新しいことを覚えるのが好きって。最初にそう感じたのは私がまだ4つか5つの頃です。初めて魔法を使った私を見て父さんがすっごく喜んじゃって、その時なんでか私まで嬉しくって、もっと頑張りたいなって思ったんです。最初はそうだったんですけど、私が13歳の時父さんは家を出て行っちゃって、敬虔な信者だった父さんが出て行くとしたら大修道院かもしれないって思って。そうよね、父さんだって今いるもんね。アルグマクの士官学校に入るために、うん、まずは王都の魔導学院に行って勉強して魔法の練習をして、やっと士官学校への推薦をもらって、必死で頑張るうちに休み方がよくわからなくなっちゃって、もしかして私その頃からちょっと空回ってたのかもしれません。いやマジ無理しなくていいよ本当に。そうですよね、今回みたいにみんなの足を引っ張ったら元も子もないし。よし先生私決めました。私頑張らないように頑張ります。ほんとねすみません無茶は控えますって言いたかったんです。先生私が頑張りすぎてたら止めてくださいね。いい子すぎるのよね、うん、でも彼女がいい子だっていうのはもう十分わかってるから、うん。ベルナデッタの誕生日開くか。ここで好感度上げておくっていうのは大事よね、うん。え先生呼び出しって何ですか？私何も悪事は働いてませんよ。
このクッキーの少なさがさ、いろんなものを表現しているんだろうなと思う。あんま仲良くないんだろうなってね。冷めないかな。猫舌なのね。よし。おー、いいね。うわ、惜しい。ごちそうさまでした。こういうのならまた呼んでほしいな。まあでもいいんじゃない、2段階あげたようなもんでしょ。あ、3回目、3段階ぐらいね。よろしくお願いします。少し不安かも。先生、結果を報告します。はい、ありがとうね。進歩はしているような。つかんだな。ここからちょっと悩みものですね。この日が聖キッホルの日でしょう。で、ガルマグラ記念日でしょ。ここにこれがあるから、そうですね、ちょっとだから軽くちょっとこの辺でやっ、あ、これってなんだっけ、これやったことあるっけ。あるよね、多分ね。推奨レベル低めなのからちょっと潰していきたいので、そうですね、あとこれもあるしね、その辺をちょっとやっておこうかと思います。ということで、今回これで終わりたいと思います。バイバイ。